ートミラーのまこです。よろしくお願いします。ピープル表参道店所属、まゆかです。サロンダコタのはずきです。よろしくお願いします。ゲートミラーのりかです。よろしくお願いします。シャネル の, あのアイシャドウペンシルなんですけど、結構そのモデルさんにも自分にも割とこうさりげなく濃く見せるようなメイクをあの重点に置いてメイクしてて、あのアイシャドウを強くのせちゃったりとかアイラインをこう引きすぎちゃうと結構シャープな印象になりすぎちゃうので、あのこういうペンシルのシャドウでちょっと下まぶたを引くとアンニュイな色気が生まれるので、この、シャネルのアイテムはもうずっと愛用して使ってます。はい、はい。モデルさんメイクする時のこだわりは結構その子の雰囲気をいかに引き出せるかみたいなのをよく考えてて、なんか自分のやりたいイメージとかもそうなんですけど、その子のインスタをとりあえず遡って見てみて、どういう色味の雰囲気が合うのかなとかを見て、そっからイメージ写真を探したりすることが多いですね。結構多分皆さん持ってる方多いと思うんですけど、この3のシマリンググローデュオっていう、まあ、ハイライトとローライトがこう一緒になってるパレットなんですけど、多分結構前から多分皆さんすごい使ってる方多くてよく見るんですけど、結構本当になんか万能に使えて、まあ、ハイライトとかローライトもちろんなんですけど、なんかアイシャドウとか、それこそチークとかにも結構使えるんで、これ1個で本当になんか自分も毎日使ってるんですけど、撮影の時は結構出番が多いアイテムです。結構 SNS とか、まあ、紙面とかで見ると意外に何だろう、こう薄かったりとかあんまり発色してなかったりとか結構あるので、結構なんか質感作りは結構オーバーな感じでしっかりやるようにいつも心がけてます。私は RMS ビューティーのラディアンスベースっていうやつで、ファンデーションに混ぜると内面からの光みたいな感じになるし、そのハイライトも結構使うんですけど、ハイライトってのせた感が結構出るやつとかもあるんですけど、シャンパンゴールドでなんかちょっと肌なじみいい系のやつなんで、なんかあんまりテカテカさせたくないけどカサついてるのも嫌だなみたいな、なんかちょっとしっとり見せてくれるやつで、ナチュラルなので結構撮影で使ったりとか普段も使ったりとかします。メイクももちろんそうなんですけど、ヘアで何見せたいかみたいな、カラーを見せたい、ヘアカラーを見せたい撮影だったらそれを邪魔しないようなメイク選んだりとか、まあ、カットラインとか見せたい場合だったらちょっとメイクもポイントあってもいいかなとか、そういう感じです。眉毛で結構印象すごい変わるなっていうのがあって、普段こういうラカ、韓国コスメなんですけど、ラカっていうのクリアのアイブロウマスカラと、最近ちょっと使っていいなってちょうど思ってたのがアディクションのアイブロウマスカラで、こっちは結構一本一本しっかりこう線が見えてくれて、で立ち上がりもすごいダマにならずに重くならずにすごい使いやすいなっていうので、最近はこっちも重視しつつ、なんか眉毛がしっかりしてる子とかには撮影ではラカも使ったりしてます。モデルさんのいいところというか、この子はここがすごい可愛いなっていうのを見つけて、でそれに合わせてスタイルも、まあ、自分が打ち出したいものにこうすり合わせて、じゃあこの子はこのボブのカットラインが可愛くて目がすごい印象的なので、ただ濃くなりすぎないように、普段こうちょっとはみ出したくらいの印象になるように真似しやすいようにお客様っていう部分で少し背伸びした、でもあんまりこう現実から離れすぎない、日常から離れすぎない形で再現しやすいものをっていう形で大人っぽく作るように心がけてます。みんなどうやってメイクの
なんか流行とかは取り入れてるんですか？なんか流行ってるとかはあんまりよく分かんなくて、なんかメイクブランドのインスタとか見て、なんか新しい商品出たとかで、あ、それ使いたいなとか、それに合わせて今持ってるものとか合わせてとかが多いかなって。私は結構いまだに雑誌をとりあえず毎月出てるものは読み漁りますね。なんかやっぱブランド問わず、あとアイテム問わず、発売前のコスメ情報がいち早く取り入れられるので、雑誌は特に見てます。シュプールとかエルとかボーグとか、あとやっぱシアンとかもめちゃめちゃ参考になりますね。あとマーフット のアイラッシュのインスタはめちゃめちゃ見てます。すごい参考に、アイテムも使用感も分かりやすいので、あんまりこういろいろなんか見たりとかはしないんですけど、でも本当になんかそれこそ美容師さんのインスタってめちゃくちゃ皆さんやっぱりすごい早いし上げてるし、しかも実際にこうモデルさんとかに、それこそまゆかさんのインスタとかも目覚めさせていただいてすごいメイクモデルさんにしたやつとアイテム一緒に上げてくださったりとか、なんか結構やっぱ分かりやすく、多分美容師じゃない一般の方とかにもすごい分かりやすくなんか載ってるのが多いんで、逆に私も美容師なんですけどめちゃくちゃ美容師さんのインスタはすごいチェックしてます。すごいよね、早いですよね。早い。でもそうだね、確かに店頭とか行くと意外ともうなんかみんなもう使った後のものというか、美容師さんがもう打ち出し終わったやつ、あ、この前のこれかみたいな、タッチアップ今難しいけど実際に見てみて、あ、やっぱこれ自分にも使えそうとか、確かにそんなにすごい流行ってるものに飛びつくっていうよりかはあるものも含めなになりますよねあるものも使いたい、あ、こういう使い方もあったんだみたいな。確かに。え、まゆかいです。まゆかい、難しい。まゆかいですなんて言うのでしょう。あのさ、誰だろう。誰なんだろう。でもなんかあの虫眼鏡のマークあるじゃないですか。あそこにもなんか多分私がいろいろ見てるからすごいいっぱい出てきちゃうんですよ。出てくるんですよ。でそれ見てなんか気になって、なんだこれみたいな感じで飛んでみたいなのとかも結構多いかもしれない。こだわってるポイントは何かありますか、まこさん。私ですかでもそうだな、普段も含めやっぱモデルさんも肌の質感作りは本当にすごい大事にしていて、結構その肌の見え方で同じメイクをしても全然違う見え方になるから、なんか肌と髪と共通してやっぱ綺麗に、さっきのまゆかさんのハイライトじゃないけど内からこう出るツヤと肌の綺麗さが出るように、この人にはじゃあこのハイライト、それともちょっとファンデーションにハイライト混ぜるとか、なんかそういうのは気をつけながらしてるかもしれないです。でもメイクもヘアもなんかこうパッて見た時になんか可愛いポイントって絶対こう目に留まるところが私自身も見てるとあるんで、やっぱそういうのを自分で作る時もなんか自分で作る時もこう一目見ただけで可愛いポイントみたいのを絶対なんかここみたいのを自分の中で決めるようにしてて、まあ、それがそれこそ眉毛だったりとか、まあ、リップの色とか、まあ、肌の質感とかもそうなんですけど、なんか絶対ここが可愛いってみんなが思ってくれるようなポイントになるようなメイクをなんかするように心がけてますモデルさんのインスタを事前にめちゃめちゃ調べます。私も写真でなんかこれすごい可愛いなとか思ったら、なんか似たようなやつを、あ、これ多分この子に似合うんだろうなみたいなやつを探して、それを自分に落とし込むみたいな感じはすごいします。自然に綺麗に見せる作り方というか、
なんで最近はまあファンデーションっていうよりちょっとまあ下地とコンシーラーぐらいでナチュラルだけど肌質をよく見せることに割と重点を置いてメイクするように心がけてます。あとインスタとかで投稿するにあたって意識してることとかなんか皆さんありますか？なんかその画面に出てきた時にやっぱ可愛いポイントっていうのをなんか自分の中で作ってなんか目に留まるような、まあ、メイクとか、まあ、ヘアもそうなんですけどっていうのもなんか、うん、こだわってるっていうか意識していつも投稿するときはこう発信できるようにしていこうかなって思ってるんですけど、でもやっぱり使ってるものとかアイテムとか載せるときは、まあ、分かりやすいようにというか、まあ、自分が使ったのを載せたりとか、うん、まあ、それこそ今動画とかをなんか投稿するのとかも結構多いんで、なんか使用感だけじゃなくて使い方とかも分かりやすく発信できるような感じにしていってるっていう感じですかね。はずきちゃんの動画も分かりやすいよね。リールとか上げてありがとうございます。難しい肉にありますか？私あでもこれ多分みんなそうだと思うんですけど、絶対にやっぱ自分がいいと思ったものだけしかやっぱり上げてなくて、あとはそのものに対してあの使用アイテムと使用感が分かりやすく、うん、あの見てる方に届けられるように、まあ、写真とか動画にあの文字入れとかして、ここのパーツにはこのアイテムを使ってるっていうのを分かりやすく写真画像だけでも分かるようにあの文字入れとかをたまにしたりしてます。もうコロナになって、行っても分かんないじゃないですか、お店に。それが自分的にもアイテム買うときにいつも使ってから買ってとかやってたんですけど、それができなくなったときにどうやって色味知ればいいんだろうみたいななって、私もインスタで調べてとかがやっぱ多かったから、まあモデルさんに使ってその使ったアイテムも分かりやすく載せて、さらにちょっと最近は動画もちょっとやり始めて、でそれの単品の色がどういう色かっていうのを最近は自分の手につけて載せるっていうのをやれば、まあちょっと分かりやすいのかなみたいな感じでやり始めたってところですかね。でも確かに写真は年々こう年齢を重ねて、今まで良かった若い頃はあこれ見て可愛いそのまんま、あ自分にも合うがあったんですけど、年を重ねるごとにあれこれ前合ってたのに肌くすむみたいなのがあるから、なんかやっぱ本当にさっきリカが言ってたみたいにリアルに使っていいものっていうのと、信頼するこの友達だったりとか、まあすごいいいものすぐ教えてくれるリカさんとかの参考にして使っていいなっていうものを載せるっていうのと、あとみんなちゃんと動画とか上げてるから、私も今静止画ばっかりなんで動画はこれからやらなきゃなっていう形で思っている最中です。はい、一押しリップ教えてほしいです。今自分がリアルに使ってる、あリアルに使ってる、あのマスクだからあんまりしないと思うけど、あの今みたいにこうちょっと一瞬つけなきゃの時に自分が使う、なんかもうリップ使わなさすぎて最近、迷子すぎて何使ってたっけかな自分と思って、今何使ってますかみんな。これ今はなんかな。どうしたどうした、使ってますこれ。ありますか。なんか日本のその昔の紅を今に落とし込んだみたいなやつで、私今つけてるのはあのアディクションの、あのマットリップ。そうです、もうずっとコロナになってもうここ1年ぐらいはもうずっと毎日それつけてますね。なんかあんまりつけてるんだ。あマスクの下はなんかつけてたらなんか自分的にもテンションが上がるかなみたいな、なんかつけなんかリップつけないとなんかメイク終わった感がないというか朝なんか私はあのディオールのやつなんですけど、あの多分なんかディオールから初めてそういうなんかマスクプルーフリップっていうのが出たやつで、これは本当につかなくて、
なんか密着感もすごいし色持ちも良くて、最近はもうずっとこのディオールのリップ、多分アディクションと同じぐらいあのつかないかなと、まあ、マットな感じでめちゃめちゃいいです。ピンクですか？これピンクですね。かわいい。ピンクめっちゃ似合いますね。ピンク似合いますよね。